優勝戦3号艇の平山千佳選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今節ここまで戦ってきまして、船足の納得度どうでしょうか。はい、出足関係が良くて船足納得してます。久しぶりの小島ということですけれども、水面合わせていけていますか。はい、小島は相性が昔からいいので、はい、今節も久しぶりでしたが、その相性の良さに助けられました。はい、じゃあ優勝戦メンバーの中に入っても遜色ない感じ。そうですね、優勝戦メンバーの中では、まあ、一緒ぐらいは行ってるんじゃないかなと思います。まあ、伸びに関しては いい人はいます。はい、ただ伸びは許容範囲ではある。そうですね、はい、出足の良さでカバーできているということですかね。はい、はい、スタートについてなんですけれども、準優勝戦もスロースタート、そして優勝戦もスロースタートとなりますけれども、はい、もう稼働受けというか、まあ、3号艇なんでしっかりスタート決めなきゃ、はい、何もないので頑張りたいです。優勝戦はどんなレース心がけていきましょう。まあ、理想とするレースはしっかりスタート踏み込んで攻めるレースが理想です。明日はどう過ごされますか、調整など。まあ、しっかり乗ってプロペラで調整していきたいと思います。モーターがいいという話も聞きましたけれども、はい、明日のモーター優勝戦どんな力を貸してくれるかも楽しみですよね、このモーターが。そうですね、はい、いい調整ができるといいです。では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、香川県2人、7と乗れたので、岡山勢強豪ですが、はい、香川勢も頑張ります。応援よろしくお願いします。